アルドブージは、イタリアのモンテキアーリ生まれの作家。翻訳、コラム、旅行報告なども手掛け、テレビにも出演する。その作品の内容については、様々な議論があるが、1980年代から活躍している作家のうちでは、高い評価を獲得している。また、反教会的立場を明らかにしており、それが、議論や非難の対象にされることが多い。ブージは1948年2月25日にロンバルディア州ブレシア県のモンティキアーリで生まれた。生活は苦しく、父母兄弟に囲まれて育つ。しばらくすると文学の才能を見せ始めた。13歳の頃食堂を経営していた父に学校を辞めさせられ、ガルダという町で給仕として働かされた。その後ミラノ、パリ、ベルリン、ニューヨーク、ロンドンと各地を転々とし、どこでも給仕として生活費を稼いだ。様々な外国語を学び、またIl Monoclinoを推敲し続けた。イタリアに帰った後、しばしば通訳として働き、また、イギリスやドイツの作家の優れた翻訳も行っている。1976年には、フィレンツェで大学入学資格を取り、1981年にはベローナ大学で言語と外国文学の学位を取得している。卒業論文ではアメリカの詩人ジョン・アッシュベリーを扱い、1983年には彼の凸面鏡の中の自画像を翻訳している。ブージの作家活動の始まりは1984年の長編セミナリオスラジョ・ベントゥにたどられる。作品は読者にはおおむね好評であったが、批評家からはあまり受け入れられなかった。しかし同年ブージは、モンデロ賞のオペラプリマを獲得した。ブージはこの作品を何度も改訂しており、最も新しい版は2003年アデルフィ出版社から出版されたものである。なお、最新版にはこれまで未公開であった未完成賞セミナリオスラベキーヤが収録されるとともに、ブージはこの処女作が世に出て良かったことと悪かったことを書き加えている。この本は様々な世代、街で人気をさらい、後の作品であるマンワレイ・デ・ラ・パーフェタ・ジェンティルドナやセンチレル・ダンと同様に大きな成功をもたらした。また1987年ベルガモ賞の最終候補になった。1989年トレントでわいせつ物、頒布罪で起訴される。Sodomie in Corpo 11に同性愛者の性的描写が含まれていたためだった。無罪方面こそされるが、判決文には、なぜなら、そのような事実は存在せずといった決まり文句が何度も繰り返されていた。この模様は、放送局RaiTreのテレビ番組Un giorno in Preturaでも放送された。Sodomie in Corpo 11のペーパーバック版が出た際、このトレントで起きた出来事が、Carmen Covitoによって正確に再現され、収録された。作品の数は多く、長編小説は、セミナリオスラジョベントゥー、ビータ、スタンダードディウンベンディトリプリベビソリオディコリント、ラデルフィーナビザンティーナ、ベンディタギャリンキロメートルに、スワサイディドーバティ、カサノバディセステシーの6作がある。旅行報告には、Sodomie in Corpo 11から、アルトリア節までのもの、ラカミーシャディハンタから、ビソンやアベーレアイ、コリニーパープレンダーロネルクーロまでのものがある。さらにシリーズものであるマンワリー、パーウナパーフェタユマニタや目録に収められていない様々な作品がある。これらもブージの論客や語り手としての名声に貢献した。ブージの作品は11の言語に翻訳されている。ブージは作家として成功した後も英語、ドイツ語、昔のイタリア語から様々な作品を翻訳した。それらは、ルイス・キャロルの不思議の国のアリス、ジョバンニ・ボッカッチョのデカメロン、バルダッサーレ・カスティリオーネの宮廷人、フリードリヒ・シラーの企みと恋などである。さらにミラノ・フラッシネリ出版社のアイ・クラシッチ・クラシッチシリーズの編集を手掛けている。ありがとうございます。